成功に導くために、頑張って今年も努力してまいります。この鷹狩り6000年の歴史があるそうですが、シルクロードから伝わってきたのか、もう荒野彫刻連邦なんかは世界遺産に登録したらしいんです。でも日本のものは日本の和の技術があるからということで、また別のやり方をするということで、これから頑張っていかなきゃいけないですね。去年は私たちも国会の方で頑張りまして、和食を、日本の和食を世界文化遺産にすることで、12月に和食が世界文化遺産になりました。これからもより大きな和の伝統が世界に誇れるように、日本の心をもっともっと世界に伝えて、この鷹狩りのいいお話としてぬくめどろというお話もありますからね、無駄な摂取をしない素晴らしい動物でございますので、そういったあの和の精神ストーリーをもっともっとお伝えする、そういったこともご一緒にやってまいりたいと思います。今日は、昨日はちょっとトンビとね、空中戦になってしまったそうですが、今日は無事に鷹がここに到着することを皆さんと一緒に祈ろうではございませんか。それではこれから頑張りましょう。今日はおめでとうございます。ありがとうございました。では、この度はこのような実演の機会を与えてくださいました主催の公益財団法人東京都公園協会、共催の NPO 法人東京開発研究会の関係者の皆様に感謝申し上げます。またご観覧にお越しくださいました皆様に感謝いたします。それでは当保存会会長で諏訪流第17代宗家田子守善次郎がご挨拶申し上げます。先ほどの片山先生から素晴らしいお言葉をいただきまして、私たちという伝統を継承する人間にとっては本当にありがたいことです。これからも若い人たちがですね、こういうものを受け継いでいってくれる世の中になってくれれば、いいなと思っております。では最後までどうぞ実演のごゆっくりご観覧ください。それでは実演に先立ち門下生を紹介させていただきます。手前向かって右側から東京都より参りました田子守隆です。東京都より参りました、申し訳ありません、千葉県より参りました大塚隆城です。同じく千葉県より榊原隆城補です。東京都より稲田隆城補です。同じく東京都より菊池門下生です。静岡県より龍門下生です。山梨県より篠田門下生です。最後に私、埼玉県より参りました村松門下生です。司会を務めさせていただきます。不慣れではございますが、よろしくお願いいたします。それでは実演を始めますので、門下生は一旦退席してください。私たち諏訪流法要術保存会は、鷹匠の技の流派の一つであります諏訪流をもとにした技と心を学ぶことによって、伝統文化としての鷹狩りを後世に伝え残したいという思いで活動しています。諏訪流の発祥は明らかではありませんが、信州の諏訪大社には
鷹で捕らえた獲物を使える煮え鷹の神事という行事があり、これを取り計らう神官であった大法理には神の化身である鷹を軍用する技が継承されていたと言われます。諏訪流の技は戦国時代以降になって武家に伝えられ、江戸時代には一部の鷹匠が幕府や地方の藩主に雇用されました。現在の諏訪流は徳川将軍家に仕え、明治時代以降は皇室に仕えた小林家に継承されたものが元になっています。第14代小林宇太郎先生は宮内省で育てられた弟子たちに後を託されましたが、戦後は宮内庁の鷹狩りが中断されているため、第16代花見薫先生は退職後民間人に後を託されました。当保存会は指定制度の下で第17代田子森善次郎先生に指導を賜りながら、諏訪流鷹匠の技と心を学び、門下生は型の修練を通して鷹に対する心の使い方を知り、鷹匠の技を体得しています。この度は日々の努力の成果として鷹と門下生による鷹狩りの技の一部をご覧いただき、鷹狩り文化をご理解いただきたいと思います。なお実演に先立ち皆様にお願いがございます。鷹は非常に警戒心の強い動物ですので、見慣れない動きに驚きやすいため、お子様は急に走ったりボール遊びするなどを控えていただきますようお願いします。ご観覧の皆様の写真撮影は結構ですが、鷹の視線に光が入ると驚く場合がありますので、鷹の飛行中にフラッシュをたかれませんようお願いいたします。また実演に際し生きた鳩を使う場合があります。これは鷹狩りを通して生態系における鷹と餌動物の関係を理解していただくため、獲物を捕らえるところをお見せしています。捕らえた鳩はできる限り苦痛を与えないことをのない、あ、苦痛を与えることのないようにするなどの配慮をしておりますので、ご理解いただけますようお願い申し上げます。なお今回はお客様に見やすいよう特別に白い鳩を用意しております。ではこれより実演を始めさせていただきます。